ホーム、ひな駅は、静岡県富士市ひなにある、学南電車学南線の駅である。駅番号は、GD06。島式ホーム一面二線を有する地上駅であり、列車の交換が可能である。かつては校内に多くの側線があり、日本製紙吉永工場と奥多摩工業への専用線もあったが、現在は撤去されている。また、 駅東部の高和工業に隣接する場所に5線のヤード線があり、かつては木回し線の設備や高和工業への専用線も存在していたが、現在は本線から切り離されている。設備が故障した4番線と5番線には解体待ちの車両が留置されることもあった。駅舎は構内の北側にあり、駅舎とホーム東端をつなぐ構内踏切が設置されている。 貨物輸送の休止に伴い2012年3月17日より無人駅となった。2015年11月14日からは当駅北側で営業していた鉄道模型店フジドリームスタジオ501が駅舎内に移転。窓口を売り場に駅員休憩室をレイアウトに改装し営業している。ひな駅東部のヤード線。当駅は貨物列車廃止直前の学ラン鉄道で運行される。 すべての貨物列車の始発、終着駅であり、専用線発着のコンテナ貨物、専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅となっていた。日本製紙吉永工場へ専用線が続いており、コンテナや有害車を用いた製品輸送などが行われていた。有害車の発送先は、越谷貨物ターミナル駅と梅田駅であった。なお、同工場の貨物取扱いは、 隣の学南原田駅でも行われていた。静岡県統計年間によれば1日平均の乗降人員は以下の通りである。また、貨物の取扱い量は以下の通りである。ドラマロケ、日本テレビあのね主人公が降り立つ駅、海岸へ向かう時に利用する駅にも使われた、なお隣の学南原田駅も合わせて収録に使われた。ありがとうございます。